白井城は、現在の群馬県渋川市白井にある、室町時代から、江戸時代初期の崖誕生。白井城と言われることもあるが、地元の読み方は、白井城である。利根川と東川の合流地点に突き出す絶城の、大地に位置し、東西800メートル、南北1200メートルに広がる城である。中央部に、本丸、二の丸、三の丸、北角、 総角が、北方に連なり、南には南角、深角が存在する。南に尖った三角形の構造で、西は、東川に面する断崖、南東側に、白井塾が存在する。追記時期は不明。南北朝時代に、長岡影忠が、白井の地に入り、白井、宗者長尾家を開いており、長岡影中の台に 京徳の乱などの戦乱のため、白井城が築城されたと推定される。戦国時代は白井町美化の根拠地の役割を果たした。越後と関東をつなぐ道路のア路口に位置しており、白井町美化が代々支配していた。影中の孫影春が、 宗社町美化の長尾忠景と対立して、三内上杉家に反乱を起こした際には一時的に三内上杉氏のものになることもあったが、ほぼ白井町美化の居城として機能していた。しかし、影春の孫景誠が大英7年に家臣に暗殺され、上主は宗社町美化から長尾県警が入り、 白井長尾家を継いだ者の勢力が減退長野市などに圧迫されるようになった。山内上杉氏が英知後に逃れると、白井城は山内上杉氏の名跡を継いだ、上杉謙信の勢力下に入る。英六年間に入ると、甲斐の武田信玄が西上の信仰を開始する。東軍の攻略を担当した武田家臣の真田幸綱、 信綱により、永禄三年三月に、白井城は落城した。なお、行綱は、白井城落城の頃に家督を、着難の信綱に譲っていたと考えられている。その後、白井町美家が、白井城を奪回するが、天正六年三月に、越後で、上杉謙信没後に、上杉影勝、上杉影虎間で家督をめぐるお盾ての乱が、発生する。 おたての乱において、相模国の御法上氏上州部師の支持する、上杉景虎が天正7年3月24日に、廃止し、上杉景勝は、武田氏と、公越同盟を結んだ。これに伴い、長尾県警は敵対していた武田家に身を投じた。天正10年3月に、武田氏は、織田、徳川連合軍の侵攻により滅亡すると、上杉県警は、 ご北上氏に属し、県警史後に、この正影が上手となった。天正18年、豊臣政権による、小田原聖伐で、松井田城を攻略した、前田、上杉白の北方軍によって、北角を占領され5月15日会場、白井町美化の支配は終わった。徳川市の関東入法により、本田康重が二万国で、白井藩を建てた。その後は、 藩主が目まぐるしく変わった。関ヶ原の戦いの後、慶長6年に、武蔵国から松平安長が入り、慶長7年には、井い直隆が一万国で藩主になり、玄那二年直隆が本家を継ぐため転出すると、西尾忠長が二万国で入り、玄那四年、本田安重の次男の本滝田忠田氏が一万国で取り立てられた。玄那九年、 北田氏は死死なくして死去し、白井藩は、廃藩、白井城は、廃城となり破却された。完成4年までに作成された白井城絵図がある。現在城市の大部分は、農地や宅地などになっているが、本丸周辺は平成に入ってから、県指定史跡に指定され、整備され、土塁や石垣、堀などが残る。ありがとうございます。